はい、<laughs> はいおはようございます。マサイトです、えー。見言葉に触れて短い一時ですけど、はい、えー、今日は、今日は、質エジプト記ですね。はい、えー、一章ちょっと、何節か見ていきたいと思います。質エジプト記の一節。えー、さて、ヤコブと一緒に、それぞれ自分の家族を連れて、エジプトに行った、えー、イスラエルの子たちの名は、次の通りである、えー、このルベン、シメオ、ンレビ、ユダ、イサカル、ゼブル、 とベニヤミ、ダンととナフタリガドとアシェル。えー、このヤコブから生まれたものの総数は70人にあったヨセフはすでにエジプトにいたそしてヨセフもその兄弟たちもまたその時代の人々も死んだ、えー、イスラエル人は多産だったのでおびただしく増えすこぶり強くなりこのその地は彼らで満ちた、えー、この1節,節か7節でシエジプト記が始まりますけど、えー、その後、えー、この、えー エジプトのイスラエルの民は、えー、は奴隷状態に置かれますね。えー、その後モーセが出て出エジエジプトから。 脱出する時が始まります。る始ままりマスターとイえー、今日も死とともに、またミクトップとともに、また、あゆむ、幸い、恵みを覚えていきたいと思います。えー、今日から、失礼時ときがスタートします。マスターとです。マスターとのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、また、いいねボタンとよろしくお願いいたします。えー、また、聖書を学びたいというお友達を募集してます。よろしくお願いいたします。次回の1分間予でお会いたしましょう。マスタートでした、仕上げです。パシャムルズ、シャロム、シャロム、シャロム。